合うのか。やっていきましょう。ああ、横田さんの。ユリアンだったり面白いカードですからね。お互いがお互い有利って言い続けてますからね。あ、なるほど。珍しいですね。いや不利っすよっていうのは結構多いんですけど、はい、そう、いや有利っすよっていう言い合うの結構珍しいですね。なので僕常に言ってますけど、勝った方が有利って。それはまあある間違ってないですね。さあアレクさんが投げて、わかんない、これはわかんない。さあディープからダウジョシは成功してるが、あとこれはコークで、あ、確定でとりあえず状況だがショットスイング。確定でもね、SA ダウンでしっかり抜けていくっていうの大事ですもんね。偉いですね、やっぱこのね、やり込みですよね。ですね。さあ、飛び込み中、タックル投げて、テレブルスマッシャーブロッテから始まるコンボ。難しいコンボはいらない、純粋なタックでいい。取る。さあ、純粋なタックです。ああ、おー、リキセットあれ、出下がってた。ああカニパンが怖い、え、怖い。さあ、EX セットがカニパンと相まって投げていくが、投げる。さあ、体力は徐々に追いついてきまーす。タックル、わかんない。ただエイジスのゲージがまだ足りない、足りない、足りた。さあ、溜まったが、ここで読み合いでブロッキング。これはいかない。上か、上だった。サードで一番難しい技、同時押し、同時押し。ちゃんとできました。2回回して同時押しですか。同時押しできた。さあ、裏からコーク中段ダートを読んでいる。ブロッキング、あ、痛い。大金ショートスティックコーク、端っこ限定コンボ、減りすぎです。ショートスイング投げていく。あ、これ大金コーク直接いく、グラップして抜ける。山台パン、さあこれは何もユリアン食らえない。あ、すごい、何やったの。しゃがみ大金、あー、肘と肩、チョップと屋根、肘と肩は肘の勝ち。さあ、勝ったの。